パジマルスープラを持ち込んだのはマテリアル。ストリートからサーキットまで網羅するこのマシンのスペックとは？オーナーカーでありまして、で当社で一般的な、まあ、タービン交換を施した純ストリートカーベースのチューンド仕様になっております。ついてる部品は全て、市販品をベースに作っております。サーキット、まあ、街乗り、まあ、何の不自由もなくそこそこ楽しめる仕様になっております。平成10年式の後期型モデル、まあ、VVTi 付きの 2JZ ターボエンジンです。 HKS さんの TO4Z のタービンキットを組み込みまして、1000回転から3000回転までのトルクをどうアップさせるか、もうこれをちょっと一生懸命ちょっと研究して、まあ、その他もろもろやっておりますけども、エンジン内は、ノーマルになっております。足回りの方なんですけども、サスペンションに HKS のハイパーマックス2のパフォーマーっていうのを使っております。フロントのバネレートが16キロ、リアが12キロ、ミッションの方はノーマルのゲトラグ6速を使用しております。まあ、ストリートカーなんでやっぱりノーマルミッションが一番ベストだと思っております。ファイナルはノーマルの 3.2 ファイナルに、OS 技研さんのスーパーロックディフを使用しております。外見の方は、リドックスさんのフルエアローを使っております。ライバルはズバリ GTR ですね。でも80スープラはチューンドを増していけば GTR にも負けない車になると思っております。まあ GTR のオーナーにはちょっと失礼なんですが、やっぱスープラかっこいいですね。まあ、今回、クローズドのストリートコースというのは、どのぐらいのタイムが出るのか非常に楽しみです。なんか80みたいな車乗ってんじゃん。僕はですね、あの白いやつチャンピオン取ってますからね大好きな車です。ハイパワーマシンをアキラはどう乗りこなす？タイムは29秒165。ストレートは間違いなく驚異のスピードだ。第一発目の言葉が、まあ、この車速いねと、褒めてもらいました。で2本目に走る時にちょっとブースト下げて、走ってもらったんですけども、やっぱりこう路面がやっぱ食わないんで、2本目に走ったブースト下げた方が結果が良かったと言っておりました。とここで衝撃映像を入手。明るくなってから単独で光弘が全周攻めた。正真正銘全周全開アタック。
まさかこんなことをしてるとは我々もつゆ知らず。問題な進行ですか。うん、240キロぐらいおがギリギリ。あ、何の会話をしてるんですか。え、怖いよ、怖い。刺激的な映像ありがとう。さあ本日も無事に終わることになりました。終わったよ。ね、ここのオプション専用のテストコースっていうの、これオーバルといい峠道みたいなワインディングといい、なんかビデオオプションのために作ったようなコースなんだよね。まあ一応そうですね。うん、でも噂によるとなんか次は本物の峠でやるとかって言ってたんだよね。ここ撮影用らしいよ。話ゲリラ的にね、まあ、昔やったことはあるんですけども、さっきも走ってる時にね、うん、来る時に車の中でコーヒーこぼしてずっとあの攻めてる時もその後方車コーヒーのことずっと頭の中に入ってて、あそこにシミができちゃったかもしれないって、それだけが心配でしたもん。というわけでもさっさと帰りましょう。そうだね、はい、帰ろう。お疲れ様でした。